オリンド・マーレはフロリダ州ハリウッド出身のアメリカンフットボール選手。現在フリーエージェント。ポジションはプレースキッカー。高校時代はアメリカンフットボールとサッカーを行った。マクマレー・カレッジを経てシラキューズ大学でプレーした。1996年ニューヨーク・ジャイアンツとドラフト外フリーエージェントで契約を結んだがロースターには残れず。 プラクティススクワットで過ごした。1997年から2006年まで10シーズンマイアミドルフィンズでプレーした。1999年には NFL 歴代トップとなる39本の FG を成功させプロボールとオールプロに選ばれた。この年10月17日のニューイングランドペートリオッツ戦では6本の FG を全て成功させた。 2001年 NFL トップの90.5%の FG を成功した。カロライナパンサーズ戦ではフェイク FG を狙い、ボールを受けて走ったが5ヤードのロスに終わった。2004年にはふくらはぎを負傷し、ウェスウェルカーが彼の代わりにキックを蹴った。2005年には30回の FG 中25回成功、キックオフでは平均67.0ヤード。 73回のキック中16回がタッチバックとなった。この年オンサイドキックを自らリカバーしている。ドルフィンズでは10シーズンプレーし、歴代トップの1048得点を挙げた。2006年は FG 成功率72%に終わり、2007年4月3日、ドルフィンズからドラフト6巡指名権と引き換えに、ニューオーリンズセインツにトレードされた。 彼の獲得からすぐに、セインツは、ジョン・カーニーを解雇した。足の付け根の筋肉を痛めた。彼は、プレシーズンゲームの最終戦で3本の FG を失敗。インディアナポリス・コルツとの開幕戦でも FG を失敗した。パンターのスティーブン・ウェザーフォードが彼の代わりにジアイキックオフを蹴った。ジャクソンビル・ジャガーズ戦で2本目の FG を失敗すると、 その試合で50ヤード以上の FG を狙う彼に、対してファンはブーイングを浴びせ、彼はミスした。FG の失敗が続いたものの、ヘッドコーチのショーン・ペイトンは彼を、故障者リスト入りするまで使い続け、アトランタ・ファルコンズ戦で負傷した後、マーティング・ラマティカにポジションを奪われた。この年 FG17 回中10回成功と、自己最低58%の成功にとどまっている。 の2008年2月27日、セインツから解雇された。2008年3月27日、シアトルシーホークスと2年350万ドルで契約を結んだ。ブランドン・コーテュとのポジション争いに勝利した彼は、この年 FG を27回中24回成功、トライホーポイントはすべて成功させた。12月14日のセントルイスラムズ戦では、 試合終了と同時に二十七ヤードの決勝 FG を決めてチームに三勝目をもたらした。二千九年の第三週、シカゴベアーズ戦で二本の FG を失敗、六点差で敗れると試合終了後、ジムモーラヘッドコーチは彼を批判した。第十三週のサンフランシスコフォーティナイナーズ戦では、残り四秒に三十ヤードの決勝 FG を成功させ二十から十七で、 シーホークスは勝利した。この年彼は FG26 回中24回成功、チーム記録となる21回連続 FG 成功の記録を作り、プロボールの補欠となった。2010年2月、シーホークスからフランチャイズ指定を受けた。この年の第7週アリゾナカージナルス戦では5本の FG をすべて決めて、NFL 歴代六位の三十回連続 FG 成功を 達成した。ロックアウト終了後の2011年7月、シーホークスと再契約は結ばず、カロライナ・バンサーズと4年間1200万ドルの契約を結んだ。2011年シーズン、FG 成功率78.6%、NFL トップとなる53回のタッチバックを記録したが、2012年8月、ジャスティン・メドロックとのポジション争いに敗れ、 パンサーズを解雇された。10月9日にワシントン・レッドスキンズのワークアウトを受けたが契約には至らず、解放バスが契約を勝ち取った。12月11日、ロビー・ゴールドが故障者リスト入りしたシカゴ・ベアーズにトライアウトでビリー・カン・ディフ、ニール・ラッカーズと競争した末、1年契約を結んだ。12月16日のグリーンベイ・パッカーズ戦で日本の FG を成功させたが、チームは13から21で敗れた。2012年シーズン終了後、フリーエージェントとなった。父親がイタリアの鳥の生まれである。彼はセリエ A のユベントス FC のファンである。ワーレーの歌、TV インザラジオの歌詞の中に彼の名前が登場する。ありがとうございます。